Hello everyone, welcome back. カムロ町で起きたある一件の殺しだった。その濡れ衣を着せられた道島組若衆桐生一馬は、育ての親でもある若頭の風間を守るべく決死の覚悟で組を抜ける。桐生をはめたのは風間に次ぐ組の幹部、道島組若頭補佐久世健農会会長久世大作。その最終的な狙いは空の一坪と呼ばれる土地にあった。巨大な利権の絡むカムロ町再開発計画にとって欠くことのできない空の一つ。そのわずかな土地をめぐる極道たちの熾烈な争奪戦に、ある一人の男が桐生を巻き込んでいく。立花不動産社長立花哲。その背後に隠された風間の意志が桐生の運命を大きく変えようとしていた。So that's why you missed my save. That will explain it. それで結局立花不動産と手を組んだってことが。ああ。とりあえずはそこの社員って形だ。社員？へえ。そんじゃ極道からの華麗なる転身ってとこか。いやのけん。まあ、そこも堅気には思えねえけど。なあ。そうだな。いやのけん。となるとお前の殺しの濡れ衣を晴らす件は立花不動産が手貸してくれんのか。立花はもう方々から情報を集め出してる。立花不動産の情報網を使ってな。期待できそうか。多分な。ただ立花が掴んだ話や札の方でももう俺のこと嗅ぎつけてるらしい。空の一つこの死体から俺の指紋が出てる。おい、それじゃお前すぐ札に手配されちまうんじゃねえか。いや、それについちゃ立花が札に鼻薬効かせてる。完全に捜査止めるのは無理としてもいくらか遅らせることはできるって話だ。それでも真犯人を見つけない限りはいずれ札に追われる。いや、俺が町を自由に動き回れるのはもってあと3日ってとこだ。なるほど。でもやっぱり立花ってのは結構な力持ってんな。いや、抜けよ。札にも太いコネがあるってわけだ。そうらしいな。その件についてとりあえず連中に任せるしかねえか。でお前は今何してんだ。だから不動産屋の仕事だ。はあ？空の一坪の持ち主がはっきり見つかるまでの間だけどな。もう一息ってとこまで来てるらしいが、それまでは不動産屋の普段の仕事を手伝えって言われてんだ。仕方ねえ。お前な、堅気の仕事するって。ああ、いやの件。小田っていう立花不動産の幹部が俺の教育係にいてな。だがその前に俺のこの服を何とかしなくちゃならなくてよ。服？極道丸出しじゃ仕事に何年だと。まっとうな肩着に見える服を仕立ててこいとさ。ああ、お前もしかしてそれで俺のことを呼び出したのか。服についてはお前に聞くのが一番だ。お前ならまっとうな肩着の服見立ててくれるかと思ってな。Yeah, that would be nice.
人を見る目があるぜ、お前。わかった。任せとけ。安心しろ。そんなに期待しちゃいない。ただ、俺が選ぶよりはいくらかマシだろ。お前なあ、それが人に物頼む態度か。いや、したせっさきだよ。待ち合わせまで時間どれぐらいあるんだ。そんなにはないな。できればカムロ町で買い物を済ませたい。それじゃあんまり選択肢はないな。この近くでビジネス用の服売ってる店っつったら中道通り裏のメンズスーツか。中道通り裏？そんなとこに服売ってる店なんてあったか。新米のホストがスーツ買いに行くような店だ。高級ブランドなんかは置いてねえが、まあとりあえずの間に合わせにはちょうどいいだろう。贅沢は言わねえさ。それじゃ行くか。オブジェクティブ by civilian clothes。 Yeah, that's kind of important now that I'm a civilian, huh? それにしてもおめえ、俺に服の見立て頼むってことちょっとお前センスねえって自覚が。あっ、何見てんだよてめえ。I need a bit of a refresher here。 This tastes good, right? Is my equipment still... sort of? That's what I use. Huh? あいつやる気みたいだ。お前の顔が気に入らねえんだ。I love the breakdancing style, but I kinda miss this one as well. I should probably take a refresher on this mode though.おお、そういやおめえ、
ガキの頃からなんか親父っぽい服着てたよな。そうだったか。ああ、たまに好きな服選べたけど、俺によってそれ買った服ばっか手に取ってた。地味っていうのとも違う。よくわからん柄の。着いたぞ、ここだ。本当にこんなとこにあるんだな。そんじゃ入ろうぜ。気に入ったのがあったら言う。ああ。Well, they definitely look like business clothes. 無難な線だと、こんなところか。なんか、パッとしねえな。それが仇ってもんだろうが。見え張ってなんもなのは極道だけだ。いや。ただこれじゃなんていうか貧乏人っぽく見えるんじゃねえか。うん、なら、おめえにぴったりだな。うるせえな。お、これなんかどうだ。バカ、おめえそれ絶対やめとけ。選ぶんじゃないかとは思ってたけどよ。なんでダメなんだよ。これじゃあスーツの自己主張が激しすぎて、アクセサリーや髪型、靴、腕時計、全身コーディネートしないと浮いちまう。着こなすにはセンスだけじゃなくて手間も必要だ。おめえみてえに無頓着なやつだと服に着られるのがオチだ。たく、めんどくせえ。よっ、それはこれはどうだ。色は落ち着いてるが、ラペルがピークドで意外と派手に見えると思うぞ。白か。さっきの柄物に比べりゃマシな方だろう。よし、これ試着してみろよ。Impressive. Yo.これでどうだ、錦。何笑ってんだ。いや、やっぱ何着てもまるで仇に見えねえと思ってよ。ちっ、お前の見立てた服じゃねえか。わかってるって。いやでもよ。お前がどう言おうが、俺はこの服が気に入った。これでいい。え、おい、いいのか。全然リーマンっぽくなってねえぞ。 OK、 ネイダルスペマンか。織田には服を何とかしろと言われただけだ。やることはやった。文句言われる筋合いはねえさ。そっか。よし、わかった。そこまで言うなら、そいつは俺のおごりで。兄弟の新しい門出だしな。いや、何言ってんだ。あ、鼻から俺はお前のおごりのつもりだったよ。なんだそれ。ありがとうございました。ああ、ユーシー付き合わせて悪かったな、錦。助かった。ああ、お前この後待ち合わせなんだろ。立花不動産のなんてやつだっけ。織田だ。きっ、そうだったな。ところで気をつけろよ、キリュウ。クゼがお前をぶっ殺すって息巻いてるらしいぜ。例の一件で指を落としてから相当来てる。だろうな。危なくなったらいつでも声かけるよ。じゃあ。If things get hairy, huh? You mean if I have to kick his ass again? Okay, it's about time to go to. Pretty sure cafe, I'll say so. I'm not coming to the street. Hello?
May you start moving the right way for once. Dosto. Hey Yoda. Hello, not Nobunaga. Yo, kita ga. Machi kutabireta ze. Oda.サンが抜けてるぞ、おい。上司呼び捨てにする奴がどこにいんだな。The one who kicked your ass, probably. だいたいお前その服なんだよ。ちゃんとしろっつったろ。全然肩着に見えねえじゃねえか。あんたに言われたくねえよ。そうか？他にもっとマシな教育係はいねえのか。立花不動産には。バカ言うなって。俺以外の誰がお前の手綱握れるんだ。覚悟しときな。俺の教育は厳しいよ。キリュウ君。なんだこれ。伊達メガネだ。どんな面でもなぜかまともな人間に見える。俺にこんなもんつけろってのか。いちいちダダこねんなよ。まあ、何もしないよりマシだわな。Yeah, he looks sort of civilian. さてと、それじゃあ早速始めっか。まず、今からこの店で得意先のじいさんと待ち合わせて。そいつが年の割に世間知らずの資産家でね、どうも立ちの悪い戦友屋に目つけられたらしい。戦友屋？あ？ヤクザのくせに戦友屋を知らねえのか。しょうがねえな。戦友屋っつうのは、平たく言いや、立ち退き料目当てに建物を占拠しちまう奴らのことだ。建物を占拠？ああ。よく借金の方に裁判所で売りに出されるビルがあるんだが、これを競売物件という。普通の出物より相当安いけど、こいつを競り落とすとその占有屋がどっからか湧いてくるんだよ。で、自分たちはこの建物から出ていかないぞと居座る。連中の狙いはビルの買い手にデタラメな立ち退き料をふっかけることだ。本当はそこの住人じゃないのにってことだ。そういうこと。もっとも、占有屋は大抵ビルの元の持ち主とグルだ。占有屋はせしめた立ち退き料から元の持ち主に分け前を払うって仕組みになってる。Makes sense。それじゃあ、その占有屋を力ずくで追い出すのが俺らの仕事ってことか。いや、そうはいかないんだ。か弱いビルの住人たちは法律で守られているんでね。力ずくで行けば警察沙汰になる。その時捕まるのはもちろんこっちだけだ。おかしな話だろ。結局ビルの買い手は理不尽な金を払わねえと占有屋を追い出せねえんだ。確かにな。 Yeah, that's definitely an issue. けどその金をなるべく払わずに済ませたいってのが今回の俺たちへのオーダーだ。じいさん、そろそろ来ると思うんだが、先に店に入ってるか。おっと、その前にこれ渡すの忘れてた。キリュウ君の名刺だよ。これであんた立派な立花不動産の社員だな。いいか、今日はお前のサラリーマンとしての適性を測る。あんまりなめた真似するようならきちんと社長に報告するからな。うん、分かった。いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。That one has a gun, so sorry.
てえな。おい、ステム分担にしろ。うん、よし、この場所なら問題ないだろう。仕事の話をするのにおあつらえ向きだ。おい、まさか勝つ。入り口に近い方が下座で、遠い方が上座。俺たちが座るのは当然下座。それくらい知ってる。知ってても実行できなきゃ意味ないんだからな。椅子に座るときは常に気をつけるようにしとけよ。 Fair enough. I did not know that. 分かった。いらっしゃいませ。ご注文はお決まりでしょうか。ああ、そうだ。コーヒーを。いや、注文は連れが来てからにする。また後で頼むよ。かしこまりました。 Of course. お前、先に注文する気だったんじゃねえだろうな。客を待ちながら優雅にコーヒーなんざすすってちゃ話になんねえぞ。それがビジネスマナーってもんだ。そういうもんか。別に期待しちゃいなかったけどよ。せめて同じことは二度言わせんな。しかしめんどくせえな。いや、はい、何言ってんだい。ヤクザの方がよっぽど礼儀にうるせえぞ。上の人間ほどわきまえてるもんだ。いや、フェルナ。おい、来たぞ。あのじいさんが今日の客だ。どうも、山根さん。お久しぶりです。ああ、悪いね、小田さん。なんか、面倒なことになっちゃって。こちらは？うちの新人で、桐生です。山根さんよりご依頼の件、こいつがやらせていただきますんで。へえ、そうですか。立花不動産の桐生です。I did not expect a quick time event that I can almost catch. 名刺交換の挨拶の基本だ。どんなに顔を売っても名刺を渡し忘れるようじゃ、その先の取引には繋がらないからな。Yeah, that was close. 残念。名刺が逆さまだ。まあ、初めてにしちゃ上出来だ。多めに見といてやるよ。桐生さんですか。これからよろしくお願いしますよ。こちらこそよろしくお願いいたします。なるほど。お話聞く限り相手は典型的な専用屋ですね。山野井さんがそのビル落札したのは先月でしたか。すると占有屋が居座り出したのはその直前。ええ、まあ占有屋は一人ですね。はい、辻って男です。四十過ぎくらいかな。なんだかホームレスみたいな汚らしいやつでして。そいつから立ち退き料の要求はありましたか。まだです。できればそのあたりの交渉も全部立花さんとこにお願いできればと思ってまして。私も年寄りですし怖くてね。なんとかうまいことあいつを追い出してもらえませんか。もちろんです。時に山野井さん、占有屋への立ち退き料いくらまでと考えてます。早いとこ済ませたいですし。そうですね、500万くらいなら。500万？勝手に居座ってるだけのやつにか。そ
それはまあ安く済めばそれに越したことはないですけど。いや、もともとあんたがそいつに金出す筋はねえんだ。俺ならビタ一文払う気になれねえな。おい、失礼だ。その辻って男、自分にはヤクザがついているなんていうもんで揉めると後は怖いんですよ。お察しします。でもご安心ください。うちの桐生はヤクザを扱うエキスパートですから。いや、ただやん。ヤクザのエキスパート？いや、こいつはなんていうかちょっと気合の入ったヤクザオタクでしてね。時々ヤクザになりきっちゃあいつに言ってるんですよな、キリュウ君。ああ、そうだな。ま、立ち退き料はできるだけ安く済ませますよ。それじゃあ頼めますか。もちろんあなた方への謝礼は別に用意しますから。あ、それはありがたいんですが、立花から謝礼は遠慮するようにと言われてます。いつも山の井さんにはお世話になってますから。本当ですか？いや、さすが立花不動産だ。やることが粋だね。で、問題のビルというのはどちらに？天海地方にある杉田ビルです。わかりました。あとは我々にお任せくださいな、キリュウ君。ああ、I guess that's one way to explain it. 話は分かったな。要するに専用屋をビルから立ち退かせろってことだ。ま、交渉は俺がやるよ。仕事の手本を見せてやるからな。専用屋のバックにはヤクザがついてんだろ。交渉だけで済むのか？そこは俺の腕の見せ所だな。差し当たってキリュウ、君に最初の任務をやろう。なんだ？ひとっ走り菓子より買ってきてくれ。相手が専用屋にしても手ぶらで交渉ってわけにいかねえだろう。これもビジネスマナーってやつだ。またそれが。わかったよ。菓子折り買ったら杉田ビルの前に来てくれ。俺は先に行って待ってるから。それじゃまた後でな。To find some sweets, I guess.Stop over at Don Quixote first. いらっしゃいませ。ありがとうございます。そうなんだ。In that case, well, there was some convenience store right over here.
deputy derp derp derp. いらっしゃいませ。 Check the map again. Water grounds. Oh, it's probably that one, isn't it? How much CP do I have? 7. Yeah, I guess I might as well go back. おい、お兄さん、うちで遊んでって。ねえ、お客さん。ねえ、ちょっと。いい女の子いますよ。俺を。ちょっとそこの、いい女の子いますよ。お客さん、どうです。メスが気に入らない。あ、いや、先輩って。なんなんだ。 Isn't that the sound for... Oh, there it is. I got to move that. Well, whatever. Let's stop by here. Pretty sure it's going to be in that one just because it was on the way and I should have noticed that first. Don't you look familiar? Having a bike nearby is kinda helpful. Hello. Oh, she even addressed me by name. So it wasn't here after all. That's almost disappointing. Which means...
Sit down. Maybe we should just buy everything and just store it up. And, you know, storage.